上戸場の六歳年仏、商工太鼓上戸場教場商工獣は、京都市南九条戸場地域を中心に六歳年仏を継承する団体である。国指定重要無形民族文化財、京都の六歳年仏を構成する保存団体の一つであり、京都六歳年仏保存団体連合会に所属する。上、戸場教場商工獣は、空野道年仏とも呼ばれ、歴史的にも、 空野道との関係が深い。港における由来の多くを空野に演言を求める。上戸場の六歳念仏は空野道の記録である六歳念仏収納録に、この地域に複数六歳念仏が行われていたことを記載している。1884年の記録では上戸場村教場、道京裏とあり、さらに1907年には上戸場村三組と記されている。このうち、 昭和まで橋浦が六歳年物を継承したが、継承者不足により廃絶している。現在では、協上症候獣のみが存続しており、上戸場の六歳年物といえばこの協上症候獣を指すことが通例である。明治時代頃までは、組織の名称は一様でなく、白州城と馬鹿味噌工獣、落成城と馬協上候などとも呼ばれ、さらに、空野道からの面上には、 六歳大道士上、鳥羽教上皇の称号が付与されている。六歳年仏における、大道士とは、天皇家の仏教的早々儀礼である、昇降式において、六歳年仏公衆の筆頭として、昇降式に出資し、同史役を務めることによる称号である。六歳年仏は、江戸時代天明期に刊行されていたことが知られる、空や商人絵言葉伝に書かれる内容を概ね 意挙して執行されている。また、その他空也を演言とする伝承を代償保持している。例として、最も厳粛な演目である、昇降大鼓が空也の父といわれる、醍醐天皇が放御した折に、土足で代理に駆けつけ昇降を行ったことに、由来しており、これは空也道の掌握を受けた六歳年物が三列を、許可された、昇降式で行われた儀礼に禁する。上戸場では、 念仏六祭と呼ばれる信仰を保持する六、三念仏が継承されてきた。しかし戦前までは芸能六祭を行ったことが知られており、そのゆえんによって2011年より芸能六祭も行われるようになった。ありがとうございます。